どう思う当時。はい、あ、ごめんごめん、ちょっと撮ってるんだけど、あ、せんちゃんも、いや、さっきチラッと聞いたらさ、うん、これなんかせんちゃんのために作ってあげてるって言って。そうなんです。何作ってんの。パパヤッホー。自分でも、あ、これか、なんか、うん、せんちゃんがなんかその本を買ったんですよ、うん、その本に書いてついてきた付録で、うん、なんかそのなんかセブンイレブンにある、うん、そのなんていうんですか、レジを作ってます今。それせんちゃんのために作ってあげてるの。はい、めっちゃ優しいやんせんちゃん。結構やばいこれ。せんちゃん作ってって言ったのに、うん、優しいな。ちょっと落ちてるよ、痛かったよ。これ当時作ったの。そうだよ。めっちゃいいやん。なんで作ってあげようと思ったの。まあその普通に作るの好きだからっていうのもあるけど、めっちゃええ兄ちゃんやん。普通に面白そうだなと思ったから。作ってみてどうだった。今途中でしょ。むちゃくちゃ大変だったわ。時間かかってる。めちゃくちゃ時間かかってる。でもこういうのってさ、一回やりだすと最後までやりたくなるよね。やりたくなる。素晴らしい。せんちゃんありがとうって。ニーニーありがとう。えいえ、楽しいからいいよ。優しい。はるちゃんバイバイ。バイバイ。バイバイ。バイバイ、ポーコン。ポーコン。じゃあねー。じゃあねー。ピーブクルバティルクルベー。